はいどうも、ピーちゃんと申します。皆さんプラスペースやってますでしょうか？ということで今日は何をしていきますかと言いますと、シリーズ2完全移行したので食べた契約書一気に引きたいと思います。はい、ということでもうこの日をどんだけ俺は待ったことか。まあ俺だけじゃない、みんな待ったと思う。もうね、シリーズ以降やっと完全移行したので、もうシリーズ1の選手が排出されることがないということで、このために貯めまくった契約書を引いていこうかなと思います。で、まあ結構溜まっております。はい、こんな感じで溜まっております。で、ゴールド契約書本当はもっと溜まってました。もっと溜まっとったけど、あのこの前のスタミナ2分の1にちょっとね、育成の素材がなくなったんでちょっと引いたりしたんですよね。それでもこんだけ溜まってるので、ちょっと引いていこうかなと思います。あ、そうで、あと今日このガチャ来てるのでこれも最後引いて終わろうかなと思います。で、話戻しますけど、自チーム A からまず引いていこうかなと思います。で、本当は自チーム A なんか動画にするつもりなかったんですけど、ちょっとねこれ見てください。はい、私の、今現状のリアタイの大エース小笠原さん、中日小笠原さんですね。もうね、小笠原さんがもうねうちのエースなんですよ。で、小笠原さんの A はあの今日ね1本目に動画出してるんですけど、それで小笠原さんの A が引けたんですよね。なので今超一の状態です。あと4枚下手し5枚絶対欲しいんですよ。あの極みで使うのと使わんのじゃ全然違うんですよね、やっぱコントロール制球が。なので、自チーム A を、まあ、ちょっと皆さんに拝んでほしいなと思って、ちょっとね自チーム A からばっこり引こうと思います。はい、ということでここでまずね小笠原さんをぶち当てていきたいと思います。で、あと小笠原さんで中日でなぜ引こうかなと思った理由が、小笠原さんの他に福さんがいたんですよ。で、福さんもおるんやったらまあね、自チームホークスで普通やったら引くべきなんですけど、まあ福さんがいるので中日でもいいかなと思って、ちょっとねここ引いていきたいと思います。でも演出はカットしましょう。はい、大野さんありがとうございます。いや、福留さんも嬉しい、正直。いや、小笠原さん、お願い。いや、マジで。はい、1枚も出ませんでした、もうね。なんでこういうことなる？限界突破したくて貯めとったのにさ。ああ、こいつ限界突破したくて中日。はい、ということで続いてはゴールド契約書引きましょう。多分結構あると思うんですけどね。さあ、まず10連目、まず10枚ありましたね。で、さっきも言ったんですけど、あの育成で足りなかったんですよね、スタハンの時に。だけんあのゴールド10連、あの福引きで引いたゴールド10連はもう引いちゃいました。 S ランク来い、割れちゃいなさい。割れません。はい、A ランク1枚でした。はい、で次もゴールド契約書は、あ、結構あるな。いやね、ゴールド契約書せめて A ランク欲しいっすよね、こんだけ引くんやったら。まあでも確率的にあんまりそんな高くないと思うので、まあもうこれもこういこうか。8枚、18枚でしたね。さあ、なんもないんか。1枚ぐらい出てもいいんかな。18枚引いとるよ。はい、18枚で S0 っすね。まあこれが普通かな。まあ普通だと思います。はい、ということでこっからが本チャンスよ。 S10%、 これはね、てかもう今までのが序章に過ぎんかった。もうこっからが本チャン。やっぱね S10% はマンスリーで毎日もらえただけあって結構たまったんすよ。でこれで10連か。はい、ちょっとこれはちょっと演出見ちゃっていいですかね。飛べないか、嘘でしょ。俺この日を楽しみに日々過ごしとったと言っても過言じゃないぞ。割れてよ絶対。 OK、 よかったよかったよかった。まあそりゃそう、そりゃそう。あ、宮西さんありがとうございます。これ嬉しい。そう、ここはねもう全部 A ランクなんでかなり嬉しいですよ。今見、さっきも見たな。マキさん
未来のロバート・ローズ、未来のロバート・ローズ楽しみにしております。はい、バーヘイゲン。はい、2枚目岩下さん、ありがとうございます。いや楽しい楽しい、 S10%10 連、マジで楽しい。正隆さん、ありがとうございます。まあ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 、ありがとうございます。S ランク2枚引けたんかな。いや楽しいね、 S ランク 10% 10連って。まあもう A 以上確定なんで、それは楽しいよね。でまだ 10% がラスト3枚か。じゃあもうここ 30% も合わせていっちゃいましょうか。はい、ちょっと4枚いきます。いやさっきの S10% 楽しかったなやっぱね、普通に250円なしで回すガチャとやっぱ全然違うので、あんなにドゥーン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 ってなるのが楽しすぎる。はい、 S ランクはなかった、まあしゃあない。佐野さん、小笠原さん、 OK、 ここで回収。自チーム A で回収できなくてここで回収。はい、サンタナさん、ありがとうございます。はい、とでメインディッシュ、S ランク契約書が、何枚あるんだ、6枚ありますよ。ちょっと贅沢にいっちゃいますか。いっちゃいましょうか、もういっちゃいましょう。もう取っとってもあれなんでね、まあまあまあ、もう豪華に贅沢にばっこりがっこりいっちゃいましょう。6枚全部雷演出なるので、まあちょっとね、そういうのもたまに、たまにはちょっと贅沢な思いしましょうよ。はい、モイネロ、嬉しい、これはでかい、これはでかい、ありがとうございます。さあ次も大野さん、うーわ贅沢やなこれ。なんかラーメン食った後に焼肉食ってみたいな感じっすよね。誰、福留さん、ありがとうございます。誰だ、アキラさん、嬉しい、マジで嬉しい、これやばい、これマジで嬉しいこれはマジで嬉しい。あー、サンタラさんね、オッケーオッケー。あー、タイラさんか。いやでも引き良かったんじゃない。6枚中2枚自チーム、これはね結構嬉しいよ、結構というかかなり嬉しかったっすね。はい、ということで、もうね、ラストいきましょう。自チーム、ちょっと待ってね、これ誰か行こっかな。欲しい人おったっけな。はい、ということで、なんかちょっとね、今ちょっと選手名鑑パーッと見てきたんですけど、今欲しい通常の選手って本当いなかったんですよ。多分、堀江さんぐらいなんですよ。堀江さんか、正隆さん、この2名だったので、もうそれやったらもう自チーム、やっぱホークスで引きましょうかね。あの、甲斐さんが一番欲しいです。甲斐拓也が欲しいです。もうカットしようかな。はい。多分もう2枚引きとか絶対ないんで、無料で2枚引きはほぼほぼないと思ってるので、私め。はい、誰？